先週までの2週間で自分の名前、住んでいる場所や好きな食べ物、飲み物について言えるようになりましたね。他にどんな表現ができるようになりましたかそうですね。脱水と何々の文型を使って、こちらが誰々ですと他人の紹介もできるようになりましたね。さて、復習はこれくらいにしてスケッチに入りましょう。えー

Wohin fahren Sie? Nach Trier. Wie viele Fahrkarten brauchen Sie? Ich möchte eine Fahrkarte bitte. Ah, ich nehme auch einen Hund mit. Dann brauchen Sie noch eine Fahrkarte. Wow! Wow! Hallo, ich bin Marie. こんにちは。私はマリーです。シェパードのメス犬です。と言っています。アイネシェファーヒュンディンには、守護もどうしもないですが、直前にイッピンマリーと言っていますので、その ich bin がここでは省略されています。確か、マリーが自分について紹介した箇所が第2課にも出てきましたね。なんて言ってましたっけイッピンアネヒュンデン。そう、so、でしたね。 そして、おす犬の場合はどうなるのでしたっけ <Ein Hund. S 1> その通り。語尾のインが女性を表すことはすでに説明しましたね。あれでも、名詞の前に来る単語の形が、アインとアイネで違っていますよ。一匹のという意味でしたよね。なぜでしょうかそうですね。 アイネヒュンリンは女性名詞、アインハントは男性名詞です。名詞の性が違うと、女性の場合はアイネ、男性の場合はアインという形になります。ちなみに中性だとアインです。男性名詞と同じ形です。このアインやアイネを不定感詞と呼びます。英語だとアやアンで表現しますが、 ドイツ語のののの場合は、後に来るる名詞詞でで不定関詞の形も異なるのですね。これは後でもっと詳しく見ていきましょう。それでは次の文どうぞ。ダンと私は一緒に旅をするんだよと言っています。ライゼンは旅をする、旅行をするという意味の動詞です。最後のツザメンは誰々と一緒にという意味です。主語は ダんうんいで複数ですね。だから、動詞、アイゼンの語尾は、えで終わっていますよ。次の文はどうですか Wir sind am 私たちは窓口にいますと言っています。このジンとは座院動詞で、ここではどこどこにいるという意味です。次の文どうぞ。Wir kaufen jetzt eine 僕たち今からキップを買うんだよ、と、ダンがマリに話しています。買うフェンは何々を買うという意味の同士です。アイネは一枚の。ファーカーテはキップという意味です。あ、このアイネは見覚えがありますね。Ja, wir hatten gerade das Wort Hündin。Das ist feminin。Eine Hündin。Prima! Aber hier ist ein Akkusativ。その通り。 アイネヒュンリンで見たアイネと同じ形ですね。切符を表す単語ファーカーテは女性名詞ですので、不定関詞アイネが来ているんですね。ここでは何々を買うという目的語になっていますよ。さあ、今度はダンと駅員さんのやりとりです。駅員さんのどちらへ行くのですか という問いに対して、ダンがトリアへと答えています。防品はどこへと方向を尋ねる疑問詞です。ダンの返答のナあは、どこどこへという意味の前置詞でしたね。ここでは、w i アフ a ー r e n nach トリアを省略して、nach トリアと答えています。さて、次の文はどうでしょう。Whi viele ファーカーテン brauchen Sie? 駅員さんが段に向かって、切符は何枚必要ですかと聞いています。ヴーフィーレは数を聞くときの決まった言い方です。ファーカーテンは先ほど出てきた切符を示すファーカーテの複数形です。このように、ヴーフィーレの後に名詞の複数形を入れて数を聞きます。ブラウンは何々を必要とするという意味の動詞です。それに対する段の答えを聞いてみましょう。 きっぷを一枚お願いしますと言っていますね。い私は無しは何何が欲しい。f a h ファーカー e 一枚の切符をという意味です。あとで詳しく見ていきましょう。では次の文どうぞ。あ、uh, ich n e h m einen hund mit。だんは窓口で、えー、っと、犬も一匹連れていますと言っていますね。 ネーめは、取る、持つという意味の動詞です。最後のミットは、〜と一緒にという意味ですが、ここではネーメンとミットを一緒に用いて、〜何々を持っていく、誰々を連れていくという表現です。このような動詞は分離動詞と呼びますが、また別の回で詳しく説明しますね。アイネンフントは、一匹の犬をという意味です。 犬の性別が問題ではない場合、男性名詞の e i n h u n d を犬の一般名詞として使います。あれでも、ここでは、einen という形になっていますよ。なぜでしょう e i n h u n d wird einenhund, weil er hier sagt, ich nehme einenhund mit。g o o d t a s is t m a s k u l i n a k k u s a t i v そうですね。ここでは、e i n e n h u n d の einen は、〜何々を連れていく。 のおに相当する部分で、目的語になっています。つまり、四角です。このように、男性名詞の不定冠詞は、あいがあいねんと形を変えます。さて、次の文はだん brauchen sie noch eine、Far、駅員さんは段に、ではもう一枚切符が必要ですね、と言っています。段は、では、それでは。 直前「の」内容を踏まえて言う時の表現です noch は「あと」「まだ」といった意味ですがここでは「の」「eine ファーカーテ」でもう一枚の切符をという意味になります今日のキーセンテンスは ich möchte eine はい。自分の欲しいものを伝える時の表現です。「メヒテの後に「何何をと名詞を入れると買い物にも使えますね。最後に「ビて」を入れると丁寧な言い方になりますよ。では発音しましょう。うまく発音できたでしょうか では、練習しましょう。マリーの好きな食べ物に、パンがありましたね。パンは中性名詞、アインプードです。パンを一つ欲しいんですけど、と、お店で注文してみましょう。どうぞ。では、シュテファンに答えてもらいます。皆さんも一緒に発音しましょう。Ich möchte ein Brot bitte。 では今度は男性名詞で練習してみましょうか。お店の前で店員さんに伝えるつもりで、ケーキを一つ欲しいんですけどと言ってみましょう。ここでケーキをと目的語として使うときは、アインクーフンはどんな形になりますかその通りです。男性名詞のときだけは、〜何々をと目的語として使う場合、アインがアイネンに変わるのでしたね。 では、ケーキを一つ欲しいんですけど、と言ってみましょう。どうぞ。うまく言えましたか?。それでは、ダグマに答えてもらいます。みなさんも一緒に発音してください。では、一通り確認できたところで、もう一度今日のスケッチを聞きましょう。 Hallo, ich bin Marie, eine Schäferhündin. Dann und ich reisen zusammen. Wir sind am Schalter. Wir kaufen jetzt eine Fahrkarte. Wow! Wohin fahren Sie? Nach Trier. Wie viele Fahrkarten brauchen Sie? Ich möchte eine Fahrkarte, bitte. Ah, ich nehme auch einen Hund mit. Dann brauchen Sie noch eine Fahrkarte. いかがですか一回目よりも理解できるようになったでしょうかさあ、今日のポイントは不定冠詞と定冠詞の使い方の違いです先ほどはでケーキを一つ注文しましたがすでにお目当てのケーキが決まっているときには指を指して このケーキが欲しいんですけどと言いたいですよね。その時はどうすればいいですか ich möchte den uchen, bitte. そうですね。あの何々をと特定して言う場合は、先ほどの不定冠詞を定冠詞にすればいいんですね。皆さんも一緒に発音してください。Ich möchte den uchen, bitte. では今度はパン屋さんの設定で行きましょう。 パンは中性名詞でダスポートです。このパンが欲しいんですけど、と注文してみましょう。どうぞ。うまく注文できたでしょうかそれでは答えを言ってもらいます。皆さんも発音してください。Ich möchte das ot, bitte. どうですか これからも定関詞と不定関詞はいろいろな状況で出てきます。焦らずゆっくり確認しながら勉強していきましょう。マリーステップ一つのという不定関詞が出てきましたが、男性名詞と中性名詞ではアイン、女性名詞ではアイネでしたね。 でも数字の1というときにはちょっと違うみたいです。じゃ、ja, da sagt man1. Man sagt auch zum Beispiel、Lektion1. Genau, man sagt auch、Du bist die Nummer 1 für mich. Cool! Das hört man oft im Schlager。はい、そうですね。数字の1は1と言います。第一課は、Lektion1 です。 君が僕にとってのナンバーワンだよ。なんて歌の歌詞もあるようですね。いずれにしても、数字の1を意味するアインツと、不定冠詞のアインやアイネは形が似ているので注意しましょう。数の数え方は次回勉強します。